やっていくか。こっちエルフレアのやつだっけ？エルフレアじゃねえや。ここの町か。まあ、ここの町は、まあ、武器防具屋、行かなくてもいいと思うんだよな。同じ武器が、こっちの方の大陸にあると思うから、それは買わなくていいと思うんだが、確かさ、ジュリーナが、なんかもらったよな。装備品かなんかもらってるよね。アーティの弓。これ強いんじゃない？だいぶ上がるね。これとりあえず装備させて。で、多分だけど、今全体の半分ぐらいまでは来てると思うんだよな。西と南。とりあえず南の方から行くか。南の方になんかお城があるみたいなこと言われたような記憶があるから、まず南に行ってみよう。スピアの上位互換みたいなやつ出てきたけど。上位互換というか、メガ進化したスピアみたいな。ポケモンとか全くやらんくなったからな。最近のスイッチ版のポケモンとかはわからんわ。てか最近寒いよね。もう10月も半ばぐらいに差し掛かってんのか、この動画投稿してる時には。そら寒いわ。もう冬だよ。早いもんだよな。今年も2ヶ月ぐらいで終わっちまうんだもん。こっちだってのかな。お前アーティの弟子だろ。メイズファイター。こいつには前に苦しめられた苦い思い出があるからな。あれからおじさんは怒涛のレベル上げをして強くなったから。ちょっと待って、これこっち来るべきじゃなかったんじゃないのか。今ルフィは76くらったよな。こっち来るべきじゃなかったか。大丈夫か。ルフィは未だにライギ使ってなかったのか。330経験値がしょぼい。600ぐらいくれてもいいのにって思うんだけど、こんだけ死にかけの状況になるんだったら。でアグロス使って、もったいないことしたな。ジュリナはエストルン足りるか。あれ俺宿屋行かなかったか。え、宿屋行ったか。ジュリナの MP めちゃくちゃ減ってんだけど、回復しなかった可能性がある。え、南の方でいいのかな。うわ、絶対違う気がするな。なんか洞窟で来たってことは多分違うぞ。あー、なんかワイナイナーみたいな名前の、クイナクイナだったね。マットピック、狂った豚。これを直訳すると狂った豚だよ。とんでもねえネーミングだな。で、やっぱ新しい大陸来たら、なんかこういうモンスターとも新しい出会いがあるよね。てかアーティの弓装備したジュリナが、あー敵もエスレットとか使ってくんだ。アーティの弓を装備してるジュリナが今現状普通に物理でぶん殴ってどれぐらいのダメージ出るかっていうのも見ものなんだけど。でルフィアの攻撃力100ぐらいだったよね。ルフィアが100でジュリナも100ぐらいだったけど、あれで140ぐらいまで増えたから多少はマシだけど、おじさんとアグロスが200超えてるっていうことを考えてみたら、そこまであれだよ、うまみはないよね。一応ジュリナちょっとぶん殴りに加勢させてみるけどさ、ルフィアが倒しちゃったよ。でルフィアレベルアップ。ウォルムはこれ全体だよな。おお、2ページ目。水柱を敵にぶつけますと全体ではない、1グループにダメージ与えるタイプの技。そっか、ルフィアもエスリット使えんのか。いやでもルフィアのエスリットもおじさんのエスリットも回復量は同じだよね。ちょっとおじさんがすごいダメージ食らってるから回復させて、他のメンツはそんなにダメージは食らってないから、まあ OK。 あれかな、なんか俺道間違えてる可能性普通にありえそうだよな。あ、待って、村がある。この村、いやでも違うな、なんか村じゃなくて城に行けみたいなこと言われたような気するから、あれだったかな。西の離れ小島の方に行ってさらに西に進みなさいみたいなことを言ってたのかな、もしかしたら。もう昨日編集したばっかりなのに、もうまるで内容を覚えていない。
こいつらは何、ただ回復させるだけだからそんなに強くはないのかな。回復魔法がちょっとうざいけれども、他は別に物理で殴り倒せますよみたいな、そういう感じの敵か。まあ、いずれにしてもこの戦闘終わらせて、とりあえず早いとこ村に入りたい。早いとこ村に入って、ここ何の村、ランクス、え、絶対ここじゃない、なんかランクスって名前じゃなかったと思うんだけど、地下になんか、なんだっけ、社員なんちゃら教授の研究所がお城の地下にあるみたいな話してたよね。え、この町の男は全員峠のトンネル工事に行ってますの。俺がさっき行こうとした右に、画面の東側にあった洞窟のことを言ってんのかな。わからんけれども、宿屋、とりあえず宿屋。あー、1回の宿泊料もやっぱ高いね。100ゴールドだよ。いや、もう大丈夫だ。うん、まあ多分こっちの方が後々来るべき町だったと思うんだけど、まあここで武器防具とりあえず買うか。値段高っけーな、おい。試す。あ、これおじさんの装備なんだ。これだ、あれできないのか。鎖でつないだ鉄球がついてる武器です。うん、いや、それは知ってんだけど、なんか1グループに攻撃できますみたいなさ、そういうのはないか。これトライデッドってなんだっけ、エルフレアの村に置いてなかったか。だからそれよりも一段階強い武器防具が売られてると思うんだよね。で、モーニングスター1個買おう。まあ、何よりもおじさん優遇だ、とりあえず。主人公なんだし。バックラーは今装備してるやつだね。で、ブロンズヘルムの乗用感出てきた。3しか増えないんだよな、でも。ハーフメールは？ハーフメール4増えるか。微妙だな。おじさん買うか。いや、ルフィアとかジュリナのことを考えたらな、おじさんは武器だけでもいいかもしんないな。おじさんとアグロスはまず武器だけとりあえず買って、あとはルフィアとジュリナの防具を買う。いやー、やっぱ低いよね、これ。魔法防御がアグロスでも、こんなアグロスよりジュリナの方がまだ幾分かマシであるにもかかわらずさ、結構魔法ダメージジュリナも食らってるんだよな。よくわかんないんだけど。しかもこれ魔法防御は上がんないでしょ。ただ守備力が上がるだけか、キルテッドシルク。まあいい、とりあえずキルテッドシルクを2人に買ってやって、スパイクシューズもでもこれ買えないからね、今お金なさすぎて。お金なくならないだろうと思って鷹をくくってたけど、お金がまさかのなくなる事態になってしまったよ。まあ俺が無駄にハイポーションとかあの辺の値段が張るアイテムを買ってたせいではあるのかもしんないけどさ、まさかの金欠状態だよ。で、キルテッド装備させて、売るか。どの辺から売っていけばいいんだ。この毒針ってさ、あ、一撃で殺すことができる針、ドラクエと一緒だよね。トカゲみたいなやつが落としてったような記憶があるわ。これエルフィン棒非売品とかなんじゃないのか。売って大丈夫かな。売れるか、そもそも。あ、普通に売れるんだ。多分売ったらもう二度と手に入んないんだろうけど。あ、五寸釘も売れるね。2ゴールド。邪悪の蜜いらんでしょ。邪悪の蜜売って。まあ、包丁売って、エルフィン棒は記念に取っとくか。なんか非売品っぽいしな。バニーの服、これ誰か敵が落としたやつだよね。フライパン、もうちょっと高値で売られてそうな気すんだけどな。フライパンってもっと有用なものでしょ。ピーチキーも装備してるしさ、マリオ RPG で。で、レイピア売っ
ってロングソード打って、この辺は結構お金になるね。1万4000円まで増えた。でここで待て待て、試すで何か買おう。試すでどうする、ルフィアジュリナの場合下がるから、ルフィアに武器1個買ってもいいか。ルフィアの分1個買うでしょう。であとはスパイクシューズは野郎どもの装備か。あれか、攻撃上がるけど防御下がるタイプの靴。買わなくてもいいか、どうしよう。いや、ハーフメールと、いや、ハーフメール高いな。4上がるのと3上がるのでしょう。いや、ハーフメール買うか。ハーフメール買って、アグロスにもハーフメール買って、これでいいか。で、ハーフメール、これでよし。で、多分この町来るのは順番的に違ってるから、ババアが瞬間移動したように感じた。トンネル工事は最後のところで問題が出てストップして俺困ったものじゃ。まずこのトンネル工事の問題を解決する前に、先にあのなんとか教授の家に行かなきゃいけないと思うんだよね。家っていうか研究所。私のお父さんもトンネルに行ってるのよ。私も行きたいけど危ないからダメだって。まあそりゃそうだわ。トンネルが貫通すればオーデル、あ待て、オーデル、おそうそうそう、俺行こうとしてるのオーデルだから、別にここに来てよかったのか。オーデル行くのが楽になるわ。あれじゃあ正解か。オーデルに行くのが目的だったからさ。神父様もトンネルに行ってます。私はミラナのシスターですけど精一杯頑張ってます。お前も一応あれか、その西武屋さんの働きはだからフリーズすんだって、変なタイミングでびっくりするから。でオーデルに行くのが目的だから、ここに来て正解か。オーデルの名前がこの、あなんか見つけた。オーデルの名前が出てくるってことは問題なく進めてるってことだと思うから、なんかあれ買いたいな。高いな。でも石化回復、これでほぼ無一文の状態になっちゃったから、まあ地道にやっていくしかないか。てか石化ってあれなのか、自然に治らないのかな。戦闘後も石化してるから治んないか。戦闘中にさ石化して戦闘何ターンか経って回復してくれるみたいなさ、そういう仕様だったらいいんだけど。あ、トンネルってこっちか。なんか似たようなのいっぱいあるな。やっぱ石化が心配だよな。石化回復できんのがおじさんしかいないとなると、でしかもその戦闘中に回復できないってなったらね、かなり状況としては悪いからな。前にその石の気持ち持ってなかったとしたら確実に積んでたよね。もしその戦闘中にそういった回復アイテムとかじゃないと治んなくて、まあ、戦闘中に治るってことが、自然に治るってことがなかったとしたらさ、いやほんと、いやはや危ない事態だったわ。まあ、こっちでよかったのかな。でも上のさ橋渡ってなんか西の方にも行けるような場所あったよね。そっち方面にも行っておきたい感はあるな。まあ、あ、ちょっと待て。今自分のカーソルがどこにあるのかをかなり見失ってたからな。迷走してたわ。いや、行って。これ、ジュリナくたばるだろう。え、これまた何、超絶レベル上げ必要なパターンに入るんじゃないか。これ、ジュリナもう一回攻撃されたら死ぬな。
まあでも先に敵を仕留めてしまえば問題なし。んーでちょっと回復するか。ジュリナ回復。全員回復させていいかもね。でエストでとどめの回復をして、これどっから来たっけ。ああここもなんか西に行けるところがあって、でも一番最初に来たのもっと上の場所だよね。これ敵さ眠らせられたりしないか。アテレートってなんだっけ。あ、エルフレア移動する魔法です。なんか言ってたな、アテレートみたいの。いやまあ普通に攻撃でいいか。ウォルムでどれぐらい入る。もうせっかくだから覚えた魔法を使いたいよね。うん、おじさんに集中砲火が飛んでるな。俺まだ何もしてないのにやりやがったなとか、いきなり因縁つけられたんだけど今。しかもかなりのダメージ力だって、もうおじさんも59しかねえし。さあウォルム、ああまあまあ通るかダメージ。あの爆発魔法と、同じぐらい。いや一回一回の戦闘がやっぱきちいな。多分適正レベルより今少し低い可能性もありえそうだよね。でまた狂った豚が勝負を仕掛けてきて、まあ、豚のくせに片びらみたいの着てるし、まあそら狂ってるわな。斧も持ってるしな。こいつのなんか介護官みたいなやつ多くだっけ、戦ったことあるよね。いやマジ一回一回の戦闘本当にきちい。これ不意をつかれたとかって言われたら結構きついよな。なるべくモンスターが気づいてない状態で戦闘に出くわしたいもんなんだけどさ、その逆が起きた時は結構対処に困りそう。うわーてか死んでねえし全然。あージュリナガードさせといた方がよかったか。ジュリナ死にすぎだろ。ちょっとお前見守ってろ。身守らせない、いや身守ってなかったら死んでた可能性あるな。でもデルデルで死者蘇生か。いいおじさんに来る分に関してはまだどうにかなるからいいんだけど、でおじさんもちょっとルフィは回復させて、これ死んでる仲間にエスリートってかけられる。あかけられるんだ。でアグロスが多分、うえちょお前タイミング悪いってか、あアグロスお前なんで仕事しねえんだよ。マジクソだ。アイテム使う時ぐらいもうちょっと早くできるだろう。今の恐ろしいぐらい連携悪かったよ。んでもうちょっとでレベルが上がるね。うーんでエスリトで回復させて、マジで一回一回がほんと死闘だよ。これどうすっかな。いやまだゲームオーバーとかになってないからいいんだけどさ、これ一度まあゲームオーバー、多分今回と次のパートでゲームオーバーになることはさすがに今ないであってほしいっていう願望もあるんだけれども、なったらなったらね、ジュリアの HP が250ぐらいに増えるまでどっかでレベリングした方がいいかもしれないね。でラギ、こいつもこいつとマッドピックが本当にバーサーカーみたいなやつらだからな。だから強い防具買ってやったにもかかわらずこんだけのダメージ食らってるってことはやっぱきついよね、この状態だったらね。いやージュリナもエスリって覚えんだ。アグロスだけだな、もう完全になんか戦士タイプで脳筋クソ野郎は。ルフィア回復させて、おじさんも回復させて、まあ、こんなんでいいでしょう。
そう、こっち側の西にもなんかあるんだよ。あれが何なのか気になるよね。あー待て、危ない。ラギ使ってリア、まあ、ルフィアとジュリアの MP が切れたら、まあ、一度どっかの村に戻って、痛えなマジで。うわー、今のでアグロス一回攻撃のターン無駄にしたな。これでくた、あ、オッケーオッケー、これでくたばるんだったら問題なし。基本的に一回一回その戦闘が終わるたびにさ、誰かが割と致命傷を負わされてるから、それの分な、回復してやんなきゃいけないのが、あー、祠があるだけ、あの悲しい BGM が流れるところだ、あの占いジジイがいるところなんじゃないのここ。あー、いるいるジジイ。なんかヒント教えて。オーデルへと進む。オーデルは南にある。オーデルに行く途中にはランクスという町がある。そこで疲れを癒して行くのもよかろう。次の戦いに備えてわしの力を少し。おお。宿屋おじさん。ありがとう。じゃ、正しい道来れてるってことだよね。あと二つルートがあるっぽいな。いや、三つか。これでもここを閉ざされてるのなんか謎だよね。なんか外からさ、なんか横から行くとかないのか。完全にこれ何、ドアがどこにもない感じの建物なのかね。で、下行って、こっちからもどっかに行けんのか、繋がってるとかか。あー、ぽくね。ここそうだよね。さっきの上に行く道だよね。だから、上にはまあ行かなくてもよしとして、ちょっと南に移動するか。まあ、いつかの古の洞窟があったところと似たような感じのマップなんだろうな。上と下にそれぞれ道が分かれてるみたいな。そのパティーンでしょ、今回も。本当にダメージが痛すぎる。HP はね、そんな高くないんだよな、敵もな。115ぐらいか。攻撃がね、高いから。いや、ルフィアの、本当な、ルフィア、ジュリナの HP が250ぐらいまであれば、困んないんだよ。250っつったら、今のおじさんとかアグロスの HP よりも高いんだけどさ。それぐらいないとちょっと怖いよね。もう聖水使ってても意味ないような感じもするわ。弱いモンスターは閉じ込められるけど、自分と同等ぐらいの強さのモンスターってこうやってまっすぐに戦闘になっちゃうからさ、ありがたみがそんなないよね。おじさんあれかな、今攻撃してなくてもよかったかもしんないな。多分ルフィアとジュリナの魔法だけで右のやつは倒せたんじゃないかな。逆にこの著白海の方に攻撃してやっててもよかったかもしれない。問題はルフィアが死なないでくれ。ガードさせたけど、S3とすぐにかけられ、いや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 、ルフィア死んだらあんな感じの描写になるのか。これルフィアに経験値入ってないんじゃない。ルフィア経験値入ったのかな。経験値500だ。なんかルフィアの死んでる姿ちょっと面白いんだけど。てかデルデルっていくらだ値段。デルデルがどれぐらいの値段で売られてるのかちょっと気になるな。もうちょっと買っといた方がいいと思うんだよ。いずれ死者蘇生用のさ呪文を覚えてくれると思うんだけど。いやマジルフィアが足引っ張りまくりだ。でスリとレベル30ぐらいまでにな、ザオラルとか覚えてくれればいいんだけど。
ちの道は何ぞ。これは下は行き止まりだから違うでしょう。待って、エルフィア、お前はひたすらウォルムとかそういうのを知っててくれ。あ、でもアグロスで普通にワンパンできてんだもんな。いや、ワンチャン普通にルフィアとジュリナは防御に徹しててもいいかもしれないな。下手に攻撃したら死ぬ可能性があるけど、でも敵が複数体出てきてる状態だったら普通に攻めた方がいいか。いやー、ウォルムが全然ダメージ、ウォルムじゃない、リアーが全然ダメージ飛んないからな。とりあえずガードさせて、これでルフィアが死ぬことはないでしょ。攻撃されてても24号ぐらいしか食らわないはずだから。んで、またハイパー HP 回復タイムだよ。うん、まあこれでいいか。さっきの洞窟あれだよな。下のマップも気になる。トンネル工事に携わることを今回のパートでやるんだろうけど、でこっちもこういう風に繋がってんのか。スティング久しぶりに見たな。毒攻撃とかしてくる敵だっけ。まあ見るからに毒針持ってるもんな。なんか蜂のモンスターって大体みんな同じような見た目になるよね。この蜂がさ、ポケモンのスピアにも見えるし、あの46億年物語のさ、蜂の女王様とか蜂キング蜂クイーンもこんな見た目してなかった。あ、スイングウィングを持っていた。うん、でも今は別にそんなスイングウィングなくても大丈夫だからね。で、おじさんおよびルフィアの回復して、トンネル工事うんぬん言ってたけどな、どうしよう。宿屋普通に泊まるか。右にあるのがトンネルなのか、左にあるの穴がトンネルなのか、よくわからんけれども、一旦出て、まあ、西の方が近いかな。西の方の穴に入るか。これがその例のトンネルかな。おお、いっぱいいる、いっぱいいるし、聖水の効果なくなるし、歩くの遅いし、不思議な力が働いていて思うように進めないんです。ご都合主義だよな。この洞窟は進むことができて戻ることができるとは限らないんだ。怖いこと言うね。トンネルは完成しているんだけど誰も向こうまで行けないんですと。どういうことだよ本当。男手が足りないので私は借り出されているんです。お前は教会で仕事してくれよ。この先危険。どういう意味で危険なんだ。落としや落ちそう。なんか勝手に、なんか動けないんだけど、なんかある。なんだ十字キーの効きが悪いのか。なんか AT フィールドみたいのあるんだけど、なんだなんだ、なんかあるんだよここに。ここになんかあるわ。いや、この辺になんかあるわ。見えない壁に阻まれてるな。多分正しい生き方をしないといけないみたいな。そういうところか。一瞬コントローラーがバグったかと思ってちょっとびっくりしたけど、これまだいけないか。反対側から行った方がいいかもしんないな。不思議な力は確かに働いてるわ。じゃあもう一個の方の東の方の洞窟に行ってみるか。で、あ、こっちの洞窟は足早いんだ、びっくりした。普通に謎の扉があってジジイがいる。テザール見つけた。いつも通りジジイに話しかける前に部屋のあちこちを物色してから最後に話しかける。峠のトンネルの謎は後から深わからん。
わかんないよ。峠のトンネルには不思議な力が働いていて、思うようには進めない。わしも何度も試してみたが、一度として向こう側まで行ったことがない。わしはもう諦めたが、今までわしが見つけたルートを教えてやろう。上1、右2、上1、右2、上4、左3、下1、左2、下1、左2、と、ここまでじゃ。これあれだな、なんか、取った方がいいな。ちょっと、パシャリするわ。昔はあれだな、でもこれ、こういうのをさ、あれよ。こういうのをなんか紙に書いたりしてたけど、ロックマンのパスワードとかな、そういうの紙に書いてたけど、今の時代だったらもう普通に写真撮っちゃうよね。あとは自分、あとは自分で頑張ってみるのじゃな。はい、選んだらこうなるんだか。そうか、解けたのか。まあ、何一つとして解けてないんだけどな。この知事は何、このヒントを言うためだけに配置されたのか、こんな偏僻なところに。じゃあ戻ろう。